江戸時代の宿場の風情を残す渚町の妻子宿。冬になり吹く風も冷たくなってきました。観光客も厚着をして散策しています。寒いこの季節、職場などではウォームビズの取り組みを行っているところも増えています。ウォームビズとは、環境省が推奨する冬の地球温暖化対策の一つで、暖房時の室温を20度で快適に過ごすライフスタイルのことです。たくさんの土産物が並ぶこの店、斑点のようなこれは何でしょう。いわば袖がない斑点、渚猫です。お店の方も来ていらっしゃいますね。ここは渚町役場です。早速中へ入ってみましょう。おや、多くの職員が渚猫を着ていますね。着用率はおよそ 80% といったところ。長野県内の市町村でもこの光景はここだけでしょう。だいたい11月頃からウォームビズの取り組みとして渚猫を着ています。基礎はですね、これからの季節とても冷え込んできますので、この渚猫で体を温めて暖房の適切な使用を実践しています。また渚猫だけでなく、タートルネックや膝掛けを使ったり、腰に巻くタイプの防寒具を着用してデスクワークをする人も多く、寒冷地ならではの工夫をしています。暖房の適切な使用により、地球温暖化対策と暖房費の削減に貢献しています。なお、ウォームビズで推奨している室温20度というのはあくまでも目安です。暖房の適切な使用をお願いします。渚町の向井博明町長も渚猫の愛用者です。渚町では国の推進しておりますクールチョイスに賛同しておりまして、そういった中で今はウォームビズ、そういったことにも協力をしておるところであります。職員の皆さん、私自身も着用しておりますが、暖房費の節約などに努めておりますし、町民の皆さんもそういったものを使ってウォームビズ、クールチョイスに協力していただいているところであります。渚町の独自のウォームビズ、渚猫。今年の冬も皆さんこれで暖かく過ごしています。